11月17日の運の塾通信をお送りしています。今日はインフレですね。超緊縮政策でもインフレ率は下がらない、物価上昇が冷めない、ハイケランディアへようこそ。ハイケランディアって後で説明しますけれども、何カ国かの平均のデータのことを言うんですね。それは後で説明します。ハイケランディアどっかに書いてあるんですね。国名が出てますけど、あ、これです。これがハイケランディ。これちょっと プレサイピス、崖っぷちって言うんですね。崖っぷち、窮地。これですね。だから今、ハイケランディアっていうのは、これの中央銀行の政策金利。ハイケランディアの国はポーランド、チリ、韓国、ニュージーランド、ブラジル。なぜこれらは、ハイケランディアというのか分かりませんけど、そう言ってるんですね。で、これが、政策金利ですね。ブラジルは、14% ぐらいですかね。韓国は 3%、チリが 11%。そういうことですね。それで、内容に入りますと、少し不公平な感じがする。今日1回目ですね。少し不公平な感じがする。2021年7月、欧米の利上げ担当者がインフレ定着のリスクを否定する中、チリ中銀は行動を起こした。インフレ率の上昇と高止まりを懸念した政策当局者は 0.5% から 0.75% への利上げを議決した。その後、チリ中央銀行は何度も利上げを行い、投資家の予想を上回る 11.25% まで政策金利を引き上げている。これほどまでに物価の安定を追求した中央銀行はおそらく他にないだろう。優秀な生徒が報われたのか、チリのことね、ほとんどない。9月のチリの物価は前年比 14% 上昇した。中央銀行を好むコアインフレ指標、エネルギーや食品など変動しやすい要素を除いたものは 17% に跳ね上がった。チリの例はより広い問題を物語っている。多くの識者は米連邦準備制の理事会や欧州中央銀行などが昨年迅速に利上げを行い先頭を打っていれば、世界は今日高いインフレに悩まされていなかっただろうと述べている。チリやその他の早期かつ積極的な引き締めを行った国々の経験は、この議論に疑問を投げかけている。世界中で物価上昇を抑制することが非常に困難になっている。だからもっと早く、だから連邦、アメリカの連邦準備理事会とか欧州銀行がアクションを取っていればこんなにならなかっただろうということを言っているんですね。エコノミストは、チリと他の7カ国に関するデータを集め、中央銀行が少なくとも1年前に引き締めサイクルを開始し、コロナの流行初期に金利を最低、史上最低水準まで引き下げた後にそれを行った、引き上げを行った。このグループにはブラジル、ハンガリー、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、ペリー、ポーランドが含まれている。ロシアはこのグループに含まれているはずだったが、クオリファイされているけれども、状況が特殊であるため除外した。引けらんでやる。そういうことですね。それで、今日1回目ですけど、まあ、欧米がね、ちゃんとしておけばいい、ちゃんと利上げをしてればね、インフレはここまでいかなかっただろうと、C は、チリはもうしょうがないから、利上げしたけど、11.25% まで金利を上げて、しかもそれでも物価が昨年同期で9月だと、14% も上昇して、
ちっとも安定してないで、コアインフレも 11% だと言ってんですね。ですから先頭打ってね、あの欧米がやってればこんなことはなかったんじゃないかということを言ってるわけですね。でここではね、ヒケランディアっていうのは、ここでブラジル、ハンガリー、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、ペリー、ポーランドのことを言ってるんですね。何と言ってるのか書いてありませんでしょ、ありませんけど、分かりませんが、そういうふうなことですね。でこれはだから、この表はここで言ってる、このコロナの時はね、史上最低まで下がったけど、また上がったということを言ってるわけですね。まあ、今日はそういうことで、1回目でもう1回やりますね。